このデータを見ると免税事業者の少なくとも1割から2割は顧客を失ってしまうかもしれません。こんにちは、永井です。今回はインボイス、免税事業者の1割は切り捨てられる、そういったテーマでお伝えしていきたいと思います。東京商工リサーチは今月上旬にインボイス制度に関するアンケート調査を実施して、その結果を公表しました。その調査でインボイス制度に関する各事業者の理解度ですとか、インボイス制度への対応どうするのかと、そういったことが明らかになったので今回ご紹介したいと思います。中には非常にシビアな調査結果もありましたので掘り下げて解説していきたいと思います。また私自身が実務を通して分かってきたことなどもこの動画の後半で解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。独自情報になります。まず東京商工リサーチの一つ目のアンケートですね。インボイス制度について知ってますかと、そういった内容ですね。さすがにこれだけ騒がれているので全く知らないよという人は、アンケート調査を行った6400社中483社ですね、 7.5% にとどまったということですね。ここまで騒がれていて、この間の参議院選の公約としても挙げられていたので全く知らないよという人は少なかったようです。よく知っているが 19% 程度、大体知っているが一番多くて 49% 程度ということになっております。あなたはどこに当てはまりますかね。この税理士永井のチャンネル見ていただいている方は少なくとも大体知っているというところに該当するのではないかというふうに思います。よって全く知らないよという方はなるべく早く情報収集をしていただければと思います。約1年後ですね、来年の2023年の10月には始まることがほぼ決定しておりますので、ぜひ事前にしっかり準備をするという意味でも情報収集進めるようにしてください。続いて2つ目の調査ですね。これが非常に注目すべき内容なんですけども、インボイス制度導入後免税事業者との取引はどうする方針ですかということですね。これどういう局面か、これまず意識していただきたいんですけども、売上先、対顧客ではなくて外注先ですとか下請け先、委託先、そういった経費を支払う相手に対してどうしますかということですね。外注費などを支払う業者の中に免税事業者がいると、そういった前提ですね。その免税事業者との取引どうしますかと、どのように対応するかということですね。ただしまだ約半分ですね、5200社中2400社程度、 46% 程度は検討中ということですね。なかなかまだ対応どうするか決めかねているという企業は多いようです。一方でこれまで通り外注先ですとか委託先との取引方針に変更はないですよと答えた企業は2100社程度ということで 41% ということですね。結構多いですよね。インボイス制度が始まっても特に方針変えませんよということですね。つまり外注先、委託先に免税事業者がいたとしても、その免税事業者に対して支払う経費に含まれる消費税、それは今まで控除できていたんだけども控除できなくなると、そういった場合でも自社でその消費税分負担してあげますよと、そういったことなんですね。ただこれは全社が、自分の会社が消費税負担してあげますよと言ってるとは限らないんですね。ほとんど外注先とか委託先に免税事業者いませんよと、比較的大きな会社ばかりですよといった場合は全く影響がないので、これまで通りというふうに回答している企業もいそうですよね。外注先が小規模事業者、免税事業者が多いかどうかというのは業界によって大きく異なるということですね。このあたりを踏まえて免税事業者との取引継続するかどうか検討しなければならないということですね。一方で免税事業者の方、ショッキングかもしれません。免税事業者とは取引しないと答えた企業が520社程度あったということですね。 10% 近い企業が免税事業者との取引打ち切りますよということですね。さらに取引を打ち切らないまでも取引価格を引き下げる、例えば消費税分価格を引き下げて発注すると、そのような方針を取ると答えた企業も、それほど多くはないんですけども、115社 2% 程度いたということですね。この赤と緑の部分、免税事業者にとっては脅威ですよね。取引先を失ったり価格を引き下げられる可能性があるということになってるんですね。ただこれも少し深掘りしたいんですけども、実はそれほど影響ないにもかかわらず、インボイス制度に対する理解が浅いがために免税事業者との取引はやめてしまおうと、そのように
考えていると、まあ、そういったケースもあり得るかと思うんですね。中にはインボイス制度が始まると免税事業者に払った経費が全て経費として落ちないと、そこまで考えていらっしゃる方もいらっしゃるんですね、まあ、そういった誤解があるということですね。あくまで消費税部分だけ負担させられる可能性があると、そういったことなんですけども、免税事業者に支払ったとしても経費にできない、まあ、そこまで考えているという人も少なからずいるということですね。よってその辺の理解が進めば免税事業者との取引を打ち切ると、まあ、そういった意思決定にはならない可能性があります。まあ、ちなみにこの調査、大企業と中小企業両方含まれているんですけども、免税事業者とは取引をしないと答えた大企業については765社中49社ということで 6.4% ということですね。大企業中小企業合わせた免税事業者と取引をしないと答えた割合、それが 9% なので、大企業は比較的免税事業者との取引を打ち切るということは少ないようです。一方で中小企業は4527社中474社ということで 10.4% ということですね。まあ、全体の割合が 9% なのでやや高いということですね。まあ、つまり中小企業はシビアに考えていると、免税事業者との取引をですね、中小企業の方が免税事業者との取引打ち切ろうと考えていると、まあ、そういったことが分かりますよね。同じく取引価格を引き下げるというパーセンテージも大企業よりも中小企業の方がそのように考えている方が多いと、まあ、そういった調査結果が出ております。まあ、この調査結果、まあ、最終的にどのように各企業が判断するか、今の段階では定かではないんですけども、免税事業者との取引影響しないというのと影響するというのが4対1ですので、最終的に8割程度は影響しないとなった場合には2割程度が影響するということですね。まあ、そういった可能性もあるということで、まあ、大体全体の1割から2割取引を打ち切られたり値下げ要求がなされる、そういった可能性もあるというのがこの調査結果から伺えるということですね。そして私の身近な方の反応ですね、ご紹介したいと思うんですけども、やはりインボイス制度全く知らないという事業者はほとんどいないですね。何らかの形でインボイス制度聞いたことがあるよということですね。まあ、たまに個人タクシーに乗ることがあるんですけども、そこで運転手さんとインボイス制度の話になることがあるんですね。まあ、インボイス制度全く知らないという個人タクシーの運転手の方はほとんどいないですね。皆さんやはり意識して対応をどうしようかというのを考えているようですね。それからインボイス制度だけを理由に取引を打ち切ると、まあ、そのように言っている事業者っていうのは意外と少ないですね。やはり外注先というのは信頼関係で成り立っていることが多いので、まあ、その消費税の分負担が増えるからといって取引をやめると、まあ、それから値下げ要求を行うと、まあ、そういったことは少なそうですね。まあ、ただし、まあ、日頃から取引をしていて、まあ、ちょっと仕事が荒いなとか、ちょっとこの人金額が高いんだよなと思われている場合ですね、そういった場合はインボイス制度を機に取引打ち切られる可能性もあるということですね。インボイス制度が始まったらこの人とは取引やめようかなと、まあ、そういったことを考えている事業者も現にいらっしゃるということですね。なのでお客さんとの関係が微妙な方、まあ、そういった方はインボイス制度が始まったら取引先を失う可能性があるということですね。まあ、インボイス制度一般的に影響を受けやすいのは、以前ショート動画でも説明しているんですけども、建設業における一人親方ですとか、エンジニア、デザイナーさん、それから個人タクシーの運転手ですね。まあ、そういった方、まあ、特に早めに対応を検討しておいた方が良いということになっております。まあ、一方で、あまり影響を受けないですよという方も結構いらっしゃいます。まあ、例えばお客さんのほとんどが一般消費者であるような方、そしてお客さんが事業者であっても、簡易課税を選択している事業者、つまり小規模な事業者が多い場合などですね。それから、まあ、アーティストのような唯一無二の存在である人、まあ、そういった方々たちはあまり影響を受けないんではないかというふうに考えております。インボイス制度が始まったら取引先、下請け先、外注先にいろんな圧力がかかることが予想されます。まあ、例えば先ほどから説明してますけども、取引の打ち切りですとか値下げ要求、まあ、さらに課税事業者になることを強要するということですね。課税事業者になってインボイス発行事業者にならないとあなたとは取引しませんよと、まあ、そういったことを迫るということですね。まあ、さらに免税事業者のままでもいいよと、ところが協賛金などの見返り、キックバックもらえますよということですね。そういったことも圧力というふうに考えられます。で、これらについて違法かどうかということなんですけども、まあ、直ちに違法だというふうにはなりません。まあ、というのも企業間の交渉というのは基本的には自由に行っていいんですね。まあ、契約自由の原則というのもあるんですけども、お互いが納得すれば取引を行っても良いですよと、違法性はないですよということですね。まあ、ただしこれらの要求が一
方的で強制すると、まあ、そういった内容である場合には独占禁止法ですとか下請け法に抵触する可能性があるというのが公正取引委員会のホームページでも紹介されております。そちらも下に貼っておくのでぜひ見ていただければと思います。まあ、このチャンネルの過去動画ではインボイス制度に関してたびたび扱っておりますので、下にも URL 貼っておくのでぜひそちらからチェックしてみていただければと思います。今回は東京商工リサーチが発表したアンケート調査の結果深掘りして解説しました。今回の内容なるほどなと思っていただいた方はぜひグッドボタン押していただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだという方もぜひチャンネル登録をお願いします。またこのチャンネルで取り上げてほしいテーマなどありましたらぜひコメント欄にどしどし記載していただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。